前回の相談から読ませていただきますね。これ、きちんと書いてある通りに読みます、僕は。いいですか？書いてある通りに読みますんで、皆さんよく聞いてください。句読点はちゃんと、俺句読点をちゃんと読みます。だから文字通りちゃんと読んでいきます。おはようございます、丸。はじめまして、丸。私、くし、子供二人の母親の BBA です、丸。コロナもあり多忙にてこれこれさんからプーさんといろんな配信を聞いて食事を作り早く寝る習慣になっていました丸。その中でも今話題の方を数回生は生活的に寝て聞けないので夜8時には子供を寝かせ朝4時生活4時起の生活ですがびっくりマーク寝落ち配信アーカイブがびっくりマークストレスになり見なくなりました丸。まともはてな、あれはてな、何この子はてな、ははてな、電話の切り方やば、丸、思うようになり、丸、聞いてるとなんなら悪夢を見るようになってしまったので、W、やめました、丸。そしてプーさんの配信アーカイブも見させていただいてますが、やはりいつもまともなこと真剣に聞いて答えてると思ってました、丸、自然に出かけること、びっくりマーク。ああ、言ったこと。今はやらない子供にいいですよね。丸。自然自給自足。丸。素晴らしいです。丸。昨日のネグレストのを聞いてて、お前の親は産まなきゃよかったなというババアか？はてな。発言心に突き刺さり。丸。我が子は可愛いです。丸。いろいろあっていじめですが他の誰にどう思われてもいい丸。死なれたら困る。死んだら終わりだから点。守ったりもしできましたが点。だけど子育ての中悩むこともあり丸。自分でも分かっていても二度と三度悪行を繰り返されつい暴言に発展しまい後悔してます丸。こんな親でいいのかはてな。やることはやっている、丸。きちんとした食事も与え、丸。己も仕事もさせていただいている、丸。我が子も医療の道へ進んだけれども、丸。言ってはいけない分かっても言ってしまう、丸。言った後は悲しくもなり、反省してもちろんすぐ冷静になり、ごめんと抱きしめても、傷つけることに後戻りはできないこんな親でいいのか悩むこともありますが、丸。どうしたらいいのでしょうか、はてな。朝娘と話し合いましたが、点。親になればわかる気持ちもあると思うけど、点。暴言は違うとわかってます。悪いからと怒りすぎることも、丸。たくさんたくさん情けなくなることもあります、丸。己で分かっているなら気をつけるべきでも、点、戻らない、丸。進め、伸ばし棒ね。前に進めしかないですかね、はてな。長文すみません、丸。っていう、まあ相談が前回来てたんですよ。これで、これもう動画になってるんですよ。YouTube のね。はい。で、その YouTube の動画が出たのが昨日だったかな、今日だったから、どっちかなんですよ。で、そしたらそれを多分おそらく見たんだろう、感じで、今日来ましたっていう、その方から。今日の、まあ、来た相談、一人で15件来てます。一人で15件来てるんですけど、それを内容読ませていただきますね。おはようございます、こんにちは、丸。今まさか出されると思わず爆笑ってしまいました。丸。聞きながら今連絡しておりますが、びっくりマーク。文章下手でごめんなさい、丸。メンタル来ておりません、びっくりマーク。誤字が多くてすみません、丸。早速、最初から爆笑てしまいました、丸。と、間違ってますね、丸。語彙力がなくて、ですみません。仕事は点、医療関係です、丸。上の子は20になります、丸。同じく医療の学校に通っています、丸。息子は10歳ですが、発達障害です、丸。その子のことでの話を少ししてしまいましたが、意味不明ですね、丸。聞いてて笑えてしまうほどやばいですね、丸。私は仕事が土日祝日と朝一からの仕事で、遅刻は絶対許されないので、点。
早めに出勤する丸。そして点、子供たちの発達のこの面倒を娘の朝食弁当を作るなどで、朝が早いので夜は現在8時台に添い寝してるので点、いつもアーカイブを聞いてる感じです丸。その聞き方が例えば掃除洗濯するときは Bluetooth つけてポケットに携帯を入れて聞いたり丸。朝食や夕食の支度中に聞いてる次第です丸。なので配信を聞き出したきっかけはこれこれさんでしたが、びっくりマーク。そこでプーさんのタバコ動画を見て知り、ポケ仮面さんを知り、テン、ノックさんを知りという感じです。すべての配信をリアルでは聞けてない人です。丸。LINE をしたときたまたまテン、虐待の子を助ける配信でした。丸。そのときプーさんがテン、彼女に親は言ってはいけないという親はてな。と聞いていて、丸。はい。びっくりマーク。と答えたのだと思います。なるほどな。丸。と話していたので、びっくりマーク。点。その時、私もこの子の親御さんのような子育てはしてはいなくても、点。言ってはいけない一言、丸。を言うこともあったので、点。言ってはいけない、びっくりマーク。わかってることですが、びっくりマーク。プーさんの言葉に改めて心に突き刺さったということです。丸。発達の息子に何度も何度も繰り返し教えて、同じくミス、隠蔽、虚言などを何度も繰り返され感情的になることもあり。丸。出る言葉でもあります。丸。無論言ってしまったことは取り返しがつかないので、点。自分の情けなさに泣くこともあります。丸。子供たちにはフォローはしていますが、びっくりマーク。アーカイブを聞いてより反省し、丸。娘に、びっくりマーク。本心を改めて聞いたという話です、丸。お話しすることは大丈夫ですが、びっくりマーク。配信に乗る声が出るのは嫌ではあります、丸。プーさんが言った言わないで揉めたから配信で身分を守るためにも残すとおっしゃっていたので、丸。無理かと思いますが、ご迷惑でなければ配信外で説明は、点、きちんとできます。丸、申し訳ないです。丸、お恥ずかしい。丸、まさか、点、取り上げられるとは思いっきり聞き始めて、点、ん?はてな、ん?はてな、私だな、これ、と気づきました。丸、すみません。丸、文章は下手ですが、変な人ではございませんのですみませんでした。丸、本日はお休みなので、もし大丈夫でしたら、点、ご説明できるのであれば、点、ご連絡ください。折り返しさせていただきます。細々分けた文章、すみません、丸。なんで俺あなたのこと、あなた、よくわからないですけど、なんで俺あなたのその相談だけ特別裏でやらなきゃいけないんですか?裏ではやらないっつってるじゃん。なんで俺お前に返信してんにはならんねん。うん、ちなみに俺が句読点も読んだせいでちょっと分かりづらくなったと思うから、句読点を句読点みたいな、あのびっくりマーク、まあ、びっくりマークだけ読まして、うん、丸とか点は読まずに、あの普通に読んでくね。びっくりマークだけ読むわ、意味わからんから、うん、ポイント意味わからんから、おはようございます、こんにちは、今まさかで出されると思わず爆笑点しまいました、聞きながら今連絡しておりますが、びっくりマークね。文章下手でごめんなさい。メンタル来ておりません。びっくりマーク。誤字が多くてすみません。早速最初から爆笑てしまいました。と間違ってますね。語彙力がなくですみません。仕事は医療関係です。上の子は20になります。同じく医療の学校に通っています。息子は10歳ですが発達障害です。その子のことでの話を少ししていま、して、し、え、その子のことでの話を少ししてましたが、意味不明ですね。聞いてて、
笑えてしまうほど、あ、今聞いてくれてるんですね。今 LINE 来ました。聞いてて笑えてしまうほどやばいですねと。私は仕事が土日祝日と朝一からの仕事で遅刻は絶対許されないので早めに出勤する。そして、子供たちの発達のこの面倒、娘の朝食弁当を作るなどで朝が早いので、夜は現在8時台に添い寝してるので、いつもアーカイブを聞いている感じです。その聞き方が、例えば掃除洗濯するときは Bluetooth つけてポケットに携帯を入れて聞いたり、朝食や夕食の支度中に聞いている次第ですと。なので配信を聞き出したきっかけはこれこれさんでしたが、びっくりマーク。そこでプーさんのタバコ動画を見て知り、ポケ仮面さんを知り、ノックさんを知りという感じです。すべての配信をリアルでは聞けてない人ですと。LINE をした時たまたま虐待の子を助ける配信でした。その時プーさんが彼女に親は言っていけないことを言う親と聞いていて、はい!びっくりマーク。と答えたのだと思います。なるほどな。と話していたので、これびっくりマークね。その時私もこの子の親御さんのような子育てはしてはいなくても言ってはいけない一言を言うこともあったので、言ってはいけない、びっくりマーク。わかっていることですが、びっくりマーク。プーさんの言葉に改めて心に突き刺さったということですと。発達の息子に、何度も繰り返し教えて、同じくミス、隠蔽、虚言などを何度も繰り返され、感情的になることもあり、出る言葉でも、出る言葉でもあります。無論言ってしまったことは取り返しがつかないので、自分の情けなさに泣くこともあります。子供たちにはフォローはしてますが、これびっくりマークね。アーカイブを聞いてより反省し、娘に、これびっくりマークね。本心を改めて聞いたという話ですと。お話しすることは大丈夫ですが、これびっくりマークで。配信に乗る声が出るのは嫌ではあります。プーさんが言った言わないで揉めたから配信で身分を守るためにも残すとおっしゃっていたので、無理かと思いますが、びっくりマーク。迷惑でなければ配信外で説明はきちんとできます。申し訳ないです。お恥ずかしい。まさか取り上げられるとは思いっきり聞き始めて、私だな、これと気づきました。すみません。文章は下手ですが、変な人ではございませんのですみませんでした。本日はお休みなので、もし大丈夫でしたらご説明できるのであれば、ご連絡ください。折り返しさせていただきます。細々を分けた長文すみません。見てます。ほんとすいません。ということで、来てるんですけど。ごめんなさい。ちなみに、おいくつなんですかね?秘密です。めんどくさいんですけど。あ、ババアですか?ババアだろうね。まあ、分かっていながら聞いたけど。通話はでも嫌なんでしょ?だって。通話は嫌なんですよね。ババア。ちょっとこれは、正直、わら。わら。声が恥ずかしいです。でも、ただね、正直、文章が、もう下手っていうレベルではないんで、ちょっと、文章だけでは、ちょっともうなんともならんすよ、これ。正直。いや、マジで。すいません。申し訳ないですけど、これ、僕の、遥かなる悠久の理解力を持ってしても、ちょっとこれ分かりづらすぎて、ちょっと相談に乗れないレベルなんで、はい。相談ではなかった?はい?あなたが追加して、このアカウントの名前を見た瞬間に、相談専用アカウントって書いてありませんでした。これはじゃあ何ですか?よく見てなかった。じゃあ固定ツイートの内容も見ずに、名前も見ずに、なんか、怪文書を送ってきたってことですか?でもそうすると、この配信外で説明はきちんとできますっていう話と、ご説明できるのであれば、
ご連絡くださいの意味がわかんない。俺は何をご説明したらいいんだろう。で待って、俺は何をご説明したらいいんだろうか。それと、うん。最初に送ったことについての説明を配信外で聞くんですか？相談でもないやつを？俺が？え？え？どういうことなのかな？え？どういう、ちょっと待って、一番最初に送ったことについての、説明を、相談でもないものの説明を、俺が配信外で聞けってことですか？ちょっとわからないんだよな。目的がちょっと、まさか私の LINE が見られると思わなかった。いや、毎日だって、YouTube に1日3本ずつ相談の動画上がってるじゃないですか。ってこと、全部やってるんすよ。全部やってるっす。で、多い時4本とかも動画上げてるんで。ちょっと、わからんす、マジで。そうそう、そうそうそう。相談動画の、そう、一番最初に、そう、ガムちゃん全部つけてくれてんねん。うん。マジで。そう。え、だから、ガンモちゃんがやってくれてる努力もすべてなかったことになってるし、俺も YouTube 相談専用ラインって名前も書いてるし、うん。そう。え、じゃあこれは、ごめんなさい。いや、ごめんなさいはいいんですけど、え、そうだよね。プーの相談専用ラインって書いてあるもんね。うん。で、相談の、なんて書いてある俺。相談の返信は YouTube ライブにてお答えしますと。うん。うん。ふと思い当たることがあり。うん。ごめんなさい。これ動画の感想を送ってくださったってことですか？僕の LINE に。っていうことなんですかね。親からの虐待の子が暴言吐かれてること？親からの虐待の子が暴言吐かれてる。どのタイトルのことを言ってるんですかね。どのタイトルの動画のことを言ってらっしゃるんですかね。うん。先日の相談の子、いや、先日の相談の子はいっぱいいるんですよ。毎日、救出され、ああ、じゃあ保護が完了したこのことのこと言ってるんですね。はい。はあ。それの動画の感想をここの LINE に送ってしまったっていうことなんですかね。うん、いや、女の子分かってるんですけど、感想を送ってしまったってことですか？違います？え？違います？あ、感想を送ったわけではない。そうすると何を送ってくださったんですかね。プーさんがその子に親から死ねとか。ん？はっきり言っていませんが、そういうこと言われてるか聞いてましたよね。うんうんうん、多分。っていうか、俺が聞いたんじゃなくて、向こうからそういう話、そういうこと言われてるっていう。うん。そういうこと言う親で、なるほどね。みたいなこと言ってましたよね。うん、言ったかもしれない。それで？言ってたかもしれないけど。それで、それが私も感情で言ってしまうことで、心に突き刺さった。うん、だから、その、もうすでにアップした動画の中でも、自分も虐待してるかどうかってことが気になるってことですかっていう質問をしてたんですけど、そういうことで合ってるっすよね。ので、LINE してしまいましたが、文章が変でした。で、その、
うん、心に突き刺さったっていう、要はだから感想じゃないですか。ごめんなさい。話ちょっと進めないで。心に突き刺さったので LINE してしまいましたが、文章が変でしたっていうのは、要はその、心に突き刺さったっていう感想じゃないですか。でもさっき感想ではないっていう話をしてたんですけど。で、かといってじゃあ相談でもないっていう。そしたらじゃあ何の LINE だろうっていう話になるんですけど。まあ今来てるのが虐待してるつもりはないですがって来てるんだけど。私が思い当たるということ?だからそれ感想じゃないですか。感想ではない。怒って暴言になってしまうことがあり、だから、感想じゃないんですか、それって。それとも愚痴ってことですか?感想ではないです。で、じゃあ相談ですか?相談ですか?今日。どういうこと?ごめんなさい。相談ですか?じゃあ。感想ではないのであれば相談ってことですか?でもさっき相談ではないっておっしゃってたんですけど、感想ではないってことは相談ってことですか?児相にも学校にも連絡しました。ごめんなさい。会話が成り立ってないんですよ、今。じゃあ相談ですかの答えをまず聞きたいっす。じゃあ相談ってことでいいんですか?っていう。あ、相談なんですね。あ、さっき相談じゃないって言っただから。あれ?さっき相談じゃないって言ってたから。相談ではなかったんですって、22時33分の時点で、相談ではなかったんですって言ってたから、ちょっと、確認したんですけど、相談ってことですね。そうすると、ごめんなさい。できればちょっと通話がいいです。文章がちょっと難しくて、ちょっと僕がちょっと読解力なさすぎて、ちょっと難しいんで、もしできたら最初の文は相談ではなく、ごめんなさい、通話できます?ちょっとごめんなさい、文章がむずいっす。声聞こえまくりますよね。できます?通話。はい、はい、もしもし。こんばんは。あ、こんばんは。あ、ごめんなさい。配信の方の音切ってもらって。そしたらこれ閉じればいいんです。あ、閉じていただいても大丈夫ですけど。これで大丈夫ですか?あ、大丈夫です、大丈夫です。はい、はい、はい。すいません。あ、全然。あ、全然大丈夫です。そんな感じのテンションだったんですね。あ、大丈夫です、大丈夫です、全然。めっちゃうるさい人なんですけど。ああ、はい。ベラ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 喋るんですけど、はい、文章がすごい下手で、はいはい、よく言われます。ああ、そう。よく言われます。あ、そうですよね。あ、いえいえ、大丈夫です、大丈夫です。で、ごめんなさい、今回の相談はどういうことなんでしょう?まあ、相談っていうわけではなかったんですけど、その最初のやつっていうのが。で、言ってる通り、生で、見たりとかするってことはなかったんですね。はい。すべての配信者さんのこと。はいはいはい。さっき言ってる通り、お仕事上、はい、生で見ることができないので、はい、家事をやってる時とか、そういう時に、はい、言ってる通りのイヤホンで聞いていたみたいな形だったんです。で、あとは寝ながら寝てる時に、前の日の、要するに、古いやつとかを聞いて、はいはい、寝落ちていくみたいな形だったんですけど、はい、その中でその女の子の相談をちょうど見て、はい、見てというか聞いていたら、はい、親御さんが彼氏に熱湯の子のっていうのあったじゃないですか。はいはい、でそこで、お母さんですかね、が、そのお子さんに多分言ってはいけない一言っていうか、はい、言うタイプだよね。
言うのかなみたいなことを確か聞いていて、はい、あやっぱりね、そうだよね、みたいな感じだったから、そこ、それを聞いたときに、あ、自分も怒ってしまったとき、はい、もう、2回も3回も注意したときに、はい、こう、息子とかが、全くそれが通じなくて、はい、怒るときがあるんですね、はい。何度も何度も注意して、はい、まあ、3回目ぐらいになってくると、こう、はいプシンっていう怒る時があって、その時に、はい、まあ、言ってはいけない一言を言ってしまう時が時にあるのが、うん、とその心に引っかかったっていう。例えばどういう一言なんですか？まあ、あんまりここの配信で言うのも、ちょっと皆さん聞いてから嫌なんですけど、まあ、本当言っちゃいけないことですね。いや、それを聞かないと、どの程度の話なのかっていうのがわかんないんで。まあ、もうなんだろう、消えろよ、的な感じのこととかを言ってしまうっていう感じですね。え、医療従事者さんですよね。はい、そうです。そうですけど、はい、まあ、結局ですね、一生懸命子育てはしてるんですけど、はい。まあ、やっぱりこう、何でしょう、何回も何回も注意しても、通じないことっていうのが多々ありましてですね、その発達障害って言ったと思うんですけど、はいはい、で、こう、やっぱり、そういったことがもうずっと何年間も積み重なったりとか。そりゃそうでしょ、だって治ってないですから。あんま治らないですからね、はい、まあ、小学1年生の時点で、まあ、発達障害っていうふうに言われて、まあ、それからずっと追求だとか、いろんなのに通って、親としてやることはやってきて、で、まあ、いや、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。親としてやることをやれてないっすよ。うん。というのは。だって、発達障害をあなたが一番理解してないじゃないですか。いや、わかりますよ。わかります。もちろん、理解してますし。いや、わかるんだったら、なんでそんな言葉を吐けるんですか。で、今その話をしながらなんで笑ってられるんですか？それはですね、まあ、癖ですかね。笑ってしまうっていうか、まあ、そういう感じな性格っていうかなんですけど、まあ。はい。でも実際はですね、まあ今日もいろいろあったんですけど、はい。もちろん泣きながら息子にね、それ、DV やってる男と一緒じゃないですか、やってること。DV やってる、うん。まあ、そう。自分の機嫌の悪い時は、ね、消えろだの、なんだのっていうことを10歳の子供に向けて言って、で、あと泣きながら謝る。それ DV 男と何が違うんですか、やってること。うん、まあそうですね。まあでもそういう感じでもないんですけど。はい？そういう感じではないっていうのはどういうことですか？その感情のままにとかではなくてですね、例えばやってはいけないこととかあるじゃないですか。そういうのをこうきちんとわかりやすく説明して、やっちゃダメだよって言ったことをまた次の日に同じことをする。で、またダメだよって言っても同じことを繰り返す。でもあなただってやってはいけないことを息子さんはやってしまうかもしれないけど、はい、あなたは言ってはいけないことを繰り返して何度もやってるわけじゃないですか。うん、やってること同じじゃないですか。何が違うんですか？そうですね。そうですね。なので、その、心に突き刺さった、改めて、いや、本当に、クズな人間だなって自分で思ったっていうことですね。それを、じゃあ相談じゃないじゃないですか。やっぱ感想じゃないですか。まあ、感想ではなく、まあ、クーさんの言葉が自分にも突き刺さって、まあ、まあ、そうですね。相談ではないですね。だ感想じゃないですか。自分の心に突き刺さったっていう話だったら。ですね。すいません。っていうか、息子さんに対して、ああでもない、こうでもないって言える状態じゃなくないですか？まずそもそも動画にも、あなたがいつも見てくれてる動画にも、うちの編集者が、
ピヨって音出して、注意事項を一番最初にどの動画にも相談切り抜きって書いてある動画にはどの動画にも必ずついてるんですよ。相談のルールが。で、まずあなたが僕のこの LINE を追加するときに、そこにルールの、本文にも書いてあるし、添付画像にも書いてあるし、それを全然確認もしてないわけじゃないですか。で、追加した後に、俺のこのアカウントって、相談専用アカウントって書いてあるんですよね。ですね。それも完全に無視して感想を送ってきてるんですよ。だ、マジで意味がわかんないっていうか、息子さんにそんな消えろみたいな話を言えるような、とか、あと息子が何回も繰り返して同じことやるって、あなたも同じことやってるわけじゃないですか、ずっと。まあ、ずっとはやってないですけど、やっぱ言ってしまったことがあったから、それを反省しているっていう形で、でも言ってしまったことに対して取り消しができないから、まあ、よく、すごく、思い出して突き刺さったっていう形ですね。あ、そうですか。じゃあこれで話は終わりってことですかね。ですかね。まあ。はい。何かあります？特にはないでございまする。じゃあ、ありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございました。はい、はい、失礼します。ゲロ吐きそうなんだけど。っていうことでね、はい。いや、息子くんがかわいそうだな、本当に。自分で自走行った的なことあったけど、なんかあったね。自走にも学校にも連絡しましたっていう。そうだよね。自分がやっちゃいけないことをやってて、子供にやっちゃいけないことを言うっていう。いや、ちょっと意味がわからないっていう。で、何がやばいって、これが医療従事者っていうところがやばい。なって俺は思ってるんだけど、だって発達に対しての理解が全くないやん。発達障害に対する理解が全くないっていう、しかも自分の息子に対する発達障害の理解が全くないっていう。こんばんは。ちょっと何言ってるか。
まあ、っていうことでした。としないと、ちょっと、無理かな。